さんこんばんはお願いいたしますありがとうございますいやありがとうございますえー、っとですね DJ 響きの会談に酔いしれる夏公開生配信フェス2022ということではい、えー、いよいよ第3部となりましたえー、疲れたないやいやそんなことないかそんなことないですよはい、はい、じゃあ皆さんお待ちかねですよねはい早速、えー、ゲストの方 運び、えー、したいと思います、えー、まずは、えー、エカルトユニットトシボーイズの早瀬康弘さんお願いしますいはえっ、ー、と続きまして海大、えー、ユニットゴールデンガイホラーズの山優さんです はい、えっと第三部はえっ、ー、と三人でし、えー、たいと思います、えー。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いますはい、ということで、はい、ちょっとね、さっき楽屋から。 どうしたんですかすごいアクリル板やなと思って、ここにあるのってなかなかないじゃないですか、ないですね世界の中心、大を叫ぶのラストかなと思って、ちょっと、ありますよね、こういうシーンね、それかなと思って、アクリル板でそこを思い出す人、アンテナの張り方がねいでね、そんな感じするなと思って、会場はそういう形ですね、対策をした上でと形ってますけれども、配信はこちらのカメラのはい。で、たくさんの方がご覧になっておりますので。 はい、あのポロッと出現などしていただければパンが喜ぶかとまあそういう意味でね、今日はねちょっとお酒なども用意しておりますそうですね、僕も何年ぶりか分かんないぐらいのアルコールですでもそうですよね山谷さんはね、あのしょっちゅう飲んでるイメージありますけどしょっちゅう飲んでるそうハイさんがお酒ってちょっと珍しい何年ぶりか分かんないです三なんか嫌なことでもあったんですないないないワクワクしてます、アルコールにそっかそっかあじゃ結構久しぶりにいや本当にはい 久しぶりお前おいアルコールっていう感じですよほんまにはいちょっと今事物の話になりましたけど早速ではあるんですがやさんちょっと今日も何か僕今日持ってきましたそうなんです持ってきていただいたということではいえっうですねお話したあとのほうがいいですかね途中ぐらいでじゃあ途中でいいタイミングで意味鳴らしますわ OK えっとですねえっと最近 呪物欲しいってずっと言ってるからか、えー、と一般の人からはもちろんなんですけどお寺とか業者とか、えー、とーなんだ骨董品屋とか一番驚いたのはもう潰れちゃうかもしれない博物館が売りたいみたいな。えー こういった言われがあるんだけれども、はい、実は怖くって手放したいんだっていうふうに僕の役者とかするんですよねいやここまで行ったらもうほんまありがたいなと思っていろんなところにもらいに行くんですけどこの間、えー、と骨董品屋さんのとこに、えー、もらいに行ったんですよ、はい、その骨董品屋さんがお父さんの代から骨董品をやっていて、うん で、えー、都内の青梅,だったかな青梅を主戦場にして、まあ、いろんなところで例えばお寺とか灰寺とかあと灰神社とか、はい、えっとあとはまあその普通の一般の家庭にある気持ち悪いものを回収しに行くんですよ、はい、お金で買ってでそれをまた売るんですけどでその人がちょっと面白いなと思ったのが多分普通の一般のうんと骨董品屋やとこれ変なものなんですよって言って もらったらそれを確認もせず次の人に売っちゃうんですよね何かそのおかしなことがあったとしても関係なくなその人は一回試したいんですよ自分の家ででおかしなことがあったら封印するっていうんですよ自分の蔵とかで<ー>で人の手には渡らないようにしなきゃいけないっていうんですよ。 なその自分の例えば取引先というかその自分のところからたくさん買ってくれる人に自分のところでおかしくなったっていうものを売りたくないから大事にしたいから人をだから変なことがあったら全部蔵の中に入れますよっていう人がいたんですよでもそれはお父さんの代からやっていて人に渡すものはないからね人に渡すものではないからって言うんですけどその娘さんが今継いでいる娘さんが YouTube を見てくれて。僕の、はい、で 大画面で呪物くくれれっっっっってててててて言るる顔を見てあこいいつならら引き取ってくれるかもも思ったらししんですよね全部話自分の中のポリシーで絶対にあったことっていうのは事細かく相手に伝えてから物を売るタイプの人なんですよだから「<ー>呪物ですこれは変なことが起きてますよ」って言ったらその時点で売れなくなるんですね、うん、でもこの人だとしたらもしかしたら「引き取ってくれるんじゃないかな私も嫌だな」っていうのがあってっていうのがつながりでいくつか 購入させていたただいたっていうもののですすね<ー>今回紹介するのはいわゆるそそれこそ不動産でいう重要事項説明的なこういういものがあってというのも納得していただいた上で渡すのがであれば渡するという,う,でうで、はい、で自身の、はいえー、家に持ち帰ってもおかしなことが起きましたよ、はい、それでも OK であればどうぞいやでもそれとある意味怖いですよね、えー、というのはそのやっぱりそういうことって本当にあるんですよね、うん、だから代々その先代の方,方から、はい その古物商といいますかそういったものを扱っているとやっぱりそういったものが本当にあるというのがあるの前提でのルールですよね。最初売ってもらうときにあるケースを紹介するねって言われたんですよ。ですかって言ったら鎧があったとかなり高く取引されてるんですけど次の人に渡ったらすぐに次行くんですよ綺麗なものなのに次次次次って部屋にこれほんま飾ってんのかっていうぐらいの。 スパンで売られていくんですよ。次次次次,次と。はい、である日、自分の知り合いのコッ骨董品のとこに、その古い鎧が来たんです。綺麗なんですけど、はい、来たらその人が。鎧というか甲冑が。夜中歩くって言うんですよね。えー、カツ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 。<ー>こ,こ,うこう、歩くっていうんです、で綺麗に見たら写真を足まできちょとあるやつなんですよ。最高ですね。<さ>はい、最高、最高か。おい。<laughs> 最高ですね。いや、もうこの角度から笑顔がすごい。そう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 。<laughs> 最高野郎だ。<laughs> <いや S 1> <laughs> 90年代の映画の最高野郎だ。あんまりなんかいますね、<laughs> 僕みたいな顔にする、90年代の映画の最高。<laughs> そ,うそうですよね、だから、でうん、そういうのがあって、結局、なんで渡ってるかっていそういうことがあったからだって言うんですよ。でしかも、売り渡した後に、うん、なんか切り傷みたいなのができてなくなってる人もいるんですよ、うんえーで。それは噂ですけどね、本当かどうかわかんないですけど、実際になんか切り傷みたいなのがあって、うん、犯人見つからずなくなったみたいなのがあって、うん、怖くって、いろんな人も渡ってるって言うんですけど、うん、そんなことがあるんだけれども、大丈夫って言われたんですよ、ケースとして。 本当に世に言うその呪物ってもしかしたらその詳細というのが本当かどうかわかんないけれどもいろんなとこ渡ってるとただうちとしては実際に自分のところで体験しちゃってるから大丈夫そうって言われてという確認がありました、まず最初に。すごいで大丈夫そうって返して <laughs> 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 な内容も聞かず<ん>内容も聞かず大丈夫そう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 ちょっと怒ってましたね。あ 起こってて、うん、ほんなんじゃあ,あの会いましょうかって言って青梅のある骨董品屋さんがあるんです、はい、また別の人の骨董品屋さんがあって、はい、その人の場所を借りてじゃあ,あの披露していくんで欲しいものはあの買ってくださいって言われて、うん、その中の僕はあの20万円分買ったんですよ。 あそこで骨董品さんなはちゃんと値段つけなきゃいけないからということで20万円分で5つか6つつつだ買ったんですけどその中の20万円中の15万円のやつがあ買ったんですよつあとの5万はあと4つ1つは15万なんですよこれは本当に貴重なもので調べても100万ぐらいするんですよちゃんと売るとだけれども多分おかしなことが起こるとでお金が入りうになると思うから。 安くお渡ししますよって言って15万なんですよ。ああなるほど引っ越しとかいろいろするでしょうからって言われてそれ思ったことによって残りら15万ですけど大丈夫そうって言われて大丈夫そうって返してっていうのがちょっと今日ですか。はたものでちょっとじゃあそのじゃあ15万じゃあちょっとごめんなさいお願いしすはい

ついてますもんね、はい、あそうですすついてますねでこれは西アフリカのコンディっていう呪物なんですよ。でまじないで使う味の呪,物です、ね、呪いではなく、はい、呪物なんですけど、えー、と西アフリカのある村がありまして、はい、でその村にその骨董屋さんのお父さんですね前の代のお父さんが40年前に西アフリカに買い付けに行ったんですよ。はい、で買い付けに行っていろいろ紹介されたんですけど。 村の中央にあるこれに何てかもう目がいって欲しいなーって思うんですよ、はい、でもこれは売り物じゃないよって言われるんですねうん、うん、何でですかって聞いたら持つと死ぬって言われるんですよえです、ね、というのもまじないをかけたんだって,言って、はい、それが人を殺すためのまじないなんだよねって言われて人を殺すためのまじないなんだよとだから持って帰るとまだ呪いが発動中だからあなた死にますって言われるんですよね で詳細をいろいろ聞かされるんですけど、はい、フランス語なんで分かんないんですよ何言ってるか何言ってるいでも簡単なフランス語でまあ持つと死ぬっていうのは分かるんですよね、はい、でそれででも欲しくなってその、えー、と西アフリカの民族の年収ぐらいのお金を渡して無理やりに近い状態でしておるんですよ、うんはい、でホテル持ち帰ったらホテルでもあなた死にますよって言われて有名なんですよね 西アフリカで,<ー>でそれで飛行機乗って持ち帰ると思って、はい、飛行機でも「あなたは死にますよ」って言われるんですよで持ち帰ってあまりにも死にますよって言われて怖いから日本でお祓いするんですよ聞くのかどうか分かんないですよ、はい、怖くって、まあ、一応日本でお祓いしようってお祓いするんですよ、はい、お祓いし終わった後にすぐお父さん死ぬんですよ亡くなっちゃって<ー>でそれでえっ、ー、と娘さんが話をいろいろ聞いててそれを恐ろしいからじゃあこれはもう 封印というかお父さんの言われた通り蔵から出さんとこって言って蔵に入れとくんですよでもやっぱ蔵には立ち入るんですよね要はその物を売るときにまあ在庫確認やらこれ売りますっていうときにそれを取りに行かなきゃいけないんで、うんはい、その時におかしなことが多々あったんですよでこれを奥の方に入れてたらその奥の方に行こうとしたら何語かわからない言葉で話しかけてくるらしいんですよ、えー、もご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 ,もごとでも何言ってるかわかんないって言うんですよ なおかつ顔が変ぐっとあ顎がしゃくれるというか、はい、しゃくれる時があるとか、はい、あとある日入ってみたら部屋が荒らされてて、はい、このうんまあウコンディ追跡者って意味なんですけどコンディが奥の方行ってたのに蔵の中央に来てて、はい、このコンディの周りに鳥の羽がバッタバタ落ちてて、はい、なんですけどこの頭の鳥の羽と違うんですよ。 だから違う鳥が入ってきて荒らしてるんですけど、はい、その、まあ、要は蔵なんで入り口閉めてるんでどっから入ってきたかもわかんないしどっからその鳥が出ていったかもわかんないってことは多々あって<ー>でそういう話をしてたら、はい、そのある友達が面白い形見たいって言い出すんですよ。はい、で「あいいよいいよあ実はこれもう売る約束をしてるからお、えー、父さんからの約束を 台のもらったんでしょうでもじゃあ、うるまいの私見たいな友達が見に来るっていうその日に交通事故で肋骨が折れてもうて来れなかったとかでその時にやっぱりこのムコンディっていうのが良くないんじゃないかって話をしていてでその西アフリカの人が言ってたのが絶対に人に人見せたたりり話しすするななよよって言うんで何でで,<れ>で,でですかって言ったら呪われるし、はい、もしかしたら死ぬかもよって言ってました。 最悪ですわ。いや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 すご,すごいあと名前かっこいいですよねウコンディ追跡者ってもう映画のタイトルみたいじゃないですかです、ね、<laughs> ウコンディにょろにょろ追跡者かっこいいウコンディっていうのが追跡者って意味ででこの羽っていうのが呪いをまあ、はい、使う時にえっと鳥の羽を使うんでこれはもう使ったとうのがわかるんですよね、はい、でこの縄っていうのがそのかけた呪いっていうのをこの えーとウンコンディにちゃんと縛り付けておく呪いがここから出ないようにするために縛るでここのよく分かんない骨これ作り物なんですよ、はい、実際の骨は使ってるんですがこうしてるんですね、はい、角なんてはいてますし、はい、でこれっていうのは見たことない動物を骨で作ることによって、はい、おかしな奇妙な力が宿るんではないかと言われているという、うん、そういうものですなるほどあじゃあ一応ていうかその一個一個にやっぱりちゃんと呪術的な意味があってそれをもう本当にこの一箇所のこの物 と言いますか。はい、コンディで。これで不込めるという。はい。で、人を殺すためにはい使って。たって40年前にシアフリカら実際に使われていたミセるなよって言われてるコンディですね。いもうさらっと言ってますけどもね。はい。バンバンもう。始めました。さよなら。いやしかもいやお客さんがもう笑ってるのがやばいなって。さよなら。フィさんさよなら。 <laughs> みんなでお別れ会みたいな。<laughs> いそう、そうですね。いや,いやいや、<laughs> お酒もあるし。いいじゃないですか。<laughs> まあ、まあ、そういうやつです。これは。いいですね。